初級の人たち、中級の人たちがこれからもっともっとその発見をしていってほしいと思います。皆さんは日本語を身につけました。新しいコミュニケーションのための道具です。しかし言葉は自分の言いたいことだけを言うための道具ではありません。対立のための道具ではありません。